の天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説には指導者としての道も歩み始めた福西崇史さんをお迎えしています。このカードにふさわしい舞台が整いました。福西さん、すごい試合になりそうですね。こういう組み合わせを待っていました。素晴らしい試合を期待しています。タックルでボールがこぼれました。仕掛けてくるのか。攻撃を組み立てられません。これはゴールキックになります。イブラヒモビッチ、ボールを回しますがなかなか崩れません。チャンスになるか。オフサイド。チャンスにはなりません。味方を使います。大きなチャンスとはなりませんでした。パスをカット、いい読みでした。ラインを割ってコーナーキック。中に入れた。折り返します。イブラヒモビッチ、どうやらサイドをつけそうです。ここはうまくボールを取りました。ゴール前、期待も高まります。ゴールラインを割ってコーナーです。ゴール前に入れた。プレスが効いている。いいところへ出した。このボールはコーナーキックになりました。このコーナーは誰に蹴るか。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。ここはボールロスト、ちょっと集中力を欠きました。下がってボールに触ろうとします。現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。前でインターセプトした。このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。アタッキングサードに入ってきた。ディフェンダーがここで食い止める。味方をうまく使います。スルーパスが長いか。狙った。ゴールだ。フィニッシュはボレーで豪快にネットを揺らしました。とっさの判断だったんでしょうが、しっかり決めましたね。お手本のようなボレーシュートです。チャンスを伺っています。危ない場面でしたが、ディフェンダーがカットしました。ここは縦をつくでしょうか。チャンス。あっと、これで2点差かと思われた場面でしたが、ミスしてしまいました。決めておきたいシュートでしたね。この後流れが変わらないといいんですけど。
パスが通りません。いい狙いでしたが、スルーパスが強すぎました。このパスは簡単にカットされました。主審が流します。アドバンテージを見たようです。このパスはカットされました。ボールを運んでいます。何をしてくるのか。安定したボールさばきです。データが示すようにあまりにもチャンスが少ないですよね。この試合を諦めていないならもっと前にボールを入れていかないとダメでしょう。このボールはキーパーが抑えましたね。パスをカットされました。いいタックルだ。ボールをキープしました。スローインになりました。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ラインを割ってゴールキックになりました。打ってきましたが大きく外れてしまっています。相手ボールになりました。サイドへパスを出します。見事なパスカットです。よく見てボールをつなぎました。いい攻めを見せていましたがここで断ち切られました。ババサイドが空いています。ここでボールロスト。前半が終了しました。スコアは1対0。1点のリードでハーフタイムを迎えます。前半はより多くのシュートチャンスに恵まれたチームがリードして折り返しました。後半もこの調子ならさらに点差が広がるかもしれません。後半の45分が始まります。タッチラインを割りました。スローインです。狙える位置です。ボールは相手に渡ります。ボールを失います。入れば同点ですがポストだ。シュートが枠に嫌われなければ今頃同点でしたね。ここで決められるか。止める。止めます。コーナーキックです。同点のチャンスです。ボールを入れました。コーナーキックからのボールはそのままキーパーへ。
ボールをサイドへ展開します。中にスペースがあります。いいところにボールをつなぎました。ディフェンダーのインターセプト。視野が広い。インターセプトでチームを救いました。同点ゴールが来るか。タックルでしのいだ。ゴールに向かっています。さあクロスか。ゴールキックから再開です。サイドへパスを出します。これはチャンスだ。まだボールは生きています。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。相手のカウンター。ディフェンダーが必死に戻ります。サイドへパス。横に展開してきます。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。パスをサイドに送ります。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ルーズボールです。ボールはどっちだ。ゲームを作るパス。またまた通ります。また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム絶妙なパスが出ました。ここは打てるか。よく止めましたがボールはこぼれています。カウンターも狙えます。ボールはサイドの選手へ。ボールをもらいに下がってきました。焦りがうかがえます。パスをカット。いい読みでした。イブラヒモビッチ、いい形でゴール前まで持ってきました。このクリアは小さい。スローインになります。スローインは相手に取られます。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。サポートを使うか。中の選手を狙ってきた。止めたが抑えられない。さあどうなる。ボールをはっきりクリアしたい。絶好のチャンス。シュートはディフェンスが止めました。ディフェンダーのインターセプト。ボールを失います。アタッキングサードに入ってきた。このボールは重要です。ビッグチャンスです。ここで見事なタックル。高い位置でカットします。旗が上がってオフサイド。これは微妙なタイミングですね。再びボールを失いました。いいパスです。視野が広いですね。ここはコーナーキックになりました。
このコーナーは誰に蹴るか。頭で決めました。クロスを狙ってきますか。試合終了のホイッスル。チームは勝利を収め、タイトル獲得へ向け再び勝ち点3を このコーナーは誰に蹴るか。頭で決めました。